はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はサクチャレ特攻キャラ狙い撃ちガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。でピックアップキャラが、サクヤとね、ナイトメールちゃんになってるんですけれども、自分は両方とも SR 持ってないので、これはね、ぜひ引いていきたいと思います。で、ガチャの内容を見ていきますと、初回10連、パワーストーン200個で引けて、バナーから PR 以上1枚確定、ゲドウ君金が1枚ついてきますと。で20連目がパワーストーン230個で引けて SR 以上1枚確定で、ゲドウ君金が1枚ついてきますと。で3回目になりますと、バナーキャラから SR 以上1枚確定で、ゲドウ君プラチナが、ついてきますというような、内容になってて、これ正直ね、サクヤとナイトメールちゃんもどっちが出てもいいですね。でもし、サクヤが出た場合にはちょっとね、バンプサクチャレの方をアヘソーでデッキを組もうかなと思ってます。前回はバンプサクチャレの思想ということで、試しにね、アヘキンでやってみたんですけれども、仮にここでサクヤが出た場合、一応総力キャラの特攻がね、全員揃うんですよ。でしかもサクヤって特攻さんじゃないですか。なので、これは総力キャラで組んだ方が、点は出るかなというのが、見えますので、もしね、サクヤが出た場合にはちょっとアヘソーで、やってみたいと思います。もちろんナイトメルちゃんもね、強いキャラなので、今後もずっと使っていけるキャラとなってますので、本当にこれはどっちが出ても、いいですねというところになります。でちなみに、バンプの方は報酬がね、ヤギュちゃんになるの俺あんまり知らないキャラなんですけどランキング報酬を見てみると、ヤギュ、これはサヤカって読むのかな。で、打撃のキャラですね。で一応、繊維までに入ると SR が1枚手に入るんですけれども、ヤギュちゃん自体は、レベル40、要はプラ3で固有ボーナスが発動するキャラになるので、まずコンプ報酬、1万1000点以上でまず SR が1枚手に入って、PR も3人育成テレ、3人育成すれば手に入るので、1枚は絶対手に入るんですけど、これをねプラ3まで持っていこうとするとやっぱり結構きついですよね。SR だけでプラ3に持っていこうとすると、100以内に入らないといけないというところで、PR3 個入れてプラ3になるかって言われると相当強運がないと無理ですよね。例えば500以内に入ったとしても、2枚突っ込んで PR1 枚、大丈夫博士もし残ってれば、つぎ込んだりしてプラ3にできるんですけれども、もう完全にね安全にプラ3にしたいという場合は100位にね入る必要があるので、これはかなり気合を入れないと、厳しいと思いますね、とりあえずそんな感じなのでガチャの方を引いていきましょう。プレミアムガチャの特攻と。じゃあ、まずは10連いきます。2回目がね SR 確定してるんで、1回目は変な話出なくてもっていうところですね。あれちなみに1回目って確率2倍にはなってなかったよね。確か読んでて確率2倍になってますみたいなのは言ってないから。メールちゃんの PR が出て、余剰のね PR はねつい最近5枚揃って、ぶっ込んだところなので、また、PR をコツコツ貯めていきましょうと。でサイガの PR はもうサイガはねプラゴになってるんで、どうしようかな、取っておく必要があるかどうかっていうところですね。突っ込んじゃうんだろうな多分じゃあ、2回目に行きましょう。ここは SR が1枚確定してますね。ちなみに初回は、SR の確率は、通常通りですね。特に2倍っていう表記はないので、4回目に行かないと、SR と PSR 出現率は2倍にはならないですね。2回目でね確定してるっていうのもなかなかいいですからね。安心して引けるというか。さてこれは、おお、マネちゃんだ。マネちゃんしかもね強化された
たの今回のアップデートで強化されたのかな。これはぜひね、今はねバンプサクチャレがあるんでちょっとすぐ使えるかっていうと、まあ、使えないんですけれども、終わってね落ち着いたらちょっとマネちゃんも、ぜひ使っていきたいですね。でね、 PR の碇守くんね、もうねいつ暁守の SR をね手に入れてもねいい状態になってるんですよやたらね PR プラゴは、暁守じゃなくて、普通の守くんは溜まってるんで。じゃあ3回目ですね、まあ、これはサクヤとナイトメールちゃんどっちかが当たりますと。あ、虹グッグッポン、キラーンがないんだよね。もうどうしてもねキラーンがいつも発動しないんだよね。あ、でも2つあるよかったよかった。さてここはナイトメルちゃん、よしよしよし。でこれはおお、モロイくんだ。モロイくんもね初ですね。でモロイくんももう強化されてましたっけちょっとわからんな、わからんけど、モロイくん強化されたら結構強いみたいですからね。ということで、まあ、なかなかいい感じでしたね。まあ、ただ、昨夜じゃなかったので、まあ、サクチャレをねちょっとどうしようかなと悩むところですね。ちょっとボックス自体は結構いっぱいになってんのかな。暁守くんじゃなくて碇守くん暁用にね、プラゴが2枚あって、プラ4が1枚あるから、これをとりあえず食わせましょうと。ほらいっぱいあるんだよここにね、守くんが。でちなみにねボックスっていうか、なんていうの、プレゼントボックスの中にも SR のね守くんが眠ってるんですよなんでもうここは本当にねいつ暁守が来てもお迎え可能な状態になってますね速攻で突っ込んできますと、いうところで、まあ、結果自体はね、かなり良かったと思います。まあ、またね使っていきたいキャラが、増えましたので、まあ、ただねちょっとレベル上げがねなかなか厳しいとは思うんですけれども、まあ、とりあえずは当面の、バンプサクチャレを頑張っていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。